はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュービッシュです。では今回はハウスオブアイアンフォーレジスタンス DLC、アメリカ軍でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、帝国海軍の機密情報を盗めということで、機密情報を、ね、盗む作戦を実施しました。で、さらにね、帝国海軍の情報をね、どんどん取っていこうということで、再びウォルフとバタフライちゃんだっけ、スパローですね。スパローちゃんには、日本のね、潜入ということをやってもらおうと思っています。で、一方、議会の方の制圧状況なんですけども、上院の方が77、で、下院の方が273、下院がちょっと微妙なんで、下院に対しての小規模なロビー活動はね、行っておきたいと思います。で、この後なんですが、まず、国方針ですね。早めに、この、限定的な介入を行って、義勇兵をね、送りやすい環境を作っていきたいな、というふうに思ってますので、まずこれを最優先に、行っていきます。では、時間を進めていきましょう。で、生産のラインの方なんですけども、全然、ちょっと足りてはいない状況なんですが、一応ね、艦上の爆撃機も入れています。まあ、ただ、工場がないので稼働はしていません。工場が次、上がってきたらそこに投入できるという環境づくりですね。で、どうしても今、陸軍の師団の編成が、まあ、言ってみれば貧弱なので、これをね、ちょっと強化していきたいなと思ってます。じゃあ、どんだけ今、貧弱なのっていうところなんですけど、陸軍の師団編成というとですね、こんな感じです。正面戦闘幅もしょぼいんですけど、ちょっと今ね、まだ、日本語もとか、最新のバージョン 1.9 に対応してないので、ハテナハテナになっちゃってるんですけど、今18って出てる、ここがね、いわゆる戦闘正面幅になっていて、これも18止まりだし、もうちょっとね、厚みを持たせていきたいなと思ってますので、これをね、アップグレードするには、どうしても陸軍の経験値が欲しいというところですね。上院の4議席が反対。まあ、上院の4議席だったら問題ないかな。では、時間をね、進めていきます。まずは、しっかり、議席を持っている議員が我々に賛同してくれる、そのうちに、この限定的な介入をね、入れていきたいと思います。が、下院20議席がここで反対に回る?やってくれるなぁ。ロビー活動が先に入ってくれれば、議席が、維持できるかな。よし。こんだけの議席を持ってれば大丈夫だろう。満を持して、空母優先から限定的に介入を採用します。で、この後はですね、まあ、同じく政治力、そして議席を必要とする人的資源のね、拡充を得られるような国家方針を採用していきたいので、ここはロビー活動を常にやっていきましょう。で、あとは、日本との戦いの中でタイは味方につけたい。個人的にタイが好きだからというだけなんですけど、ここね、ちょっと無駄にしてでも、関係を改善します。タイは大好きな国なんで。で、こっちの方は順調に広げてるね。ネットワークを。スパイネットワークを。暗号化の方も順調に進んでます。日本の
能力はしっかり見極めておきたい、特に海軍。母艦が7隻、マックスで7隻か。ちょっと中身も知りたいよね。敵の母艦の中身を知っておきたい。強力だよね、空母は。で、建設級ちょっと見ておきます。海軍の工場も欲しいよね。ちょっと海軍の工場を今後入れられるようにしときますか。ハワイに海軍の工場、まあ欲しいなっていうだけで、実際にあそこにあってもあまり意味はないのかなとは思っちゃいますけどね。で、長期化のアップデートですね。今ここで行ったのが、マシンアシストディクリプションなんで、次どうしようかな。ちょっと悩ましいけど、ポータブルラジオとかっていうのが果たしてどれくらい情報活動に役立つかっていうところですよね。そしたら一旦インビジブルリンク、リンクじゃない、インクですね、をちょっと使っていきましょう。まあ、インビジブルなんでね、まあ、人の目に触れない、あるいは触れにくいインクを使って、いきましょうと。これによってね、作戦が成功する確率がぐっと上がるんであれば、どんどん採用していきます。では、時間を進めていきます。国家方針のね、限定的な介入が終わるまで進めていきましょう。はい、では限定的な介入が完了しましたね。これは大きい。で、この後なんですけども、人的資源が欲しいので、人的資源が得られるものへと進んでいきましょう。厚生労働基準法、ここに進んでいきます。おっと、これに進めない理由は、大恐慌からの回復をまだ取ってないよって話だね。であれば、ちょっと得られる、進める道を確認しておきます。選抜徴兵法に進む？じゃあ。で、ロビー活動は再び行っておきます。常に政治力が発動できる状態にしておきましょう。で、戦艦の建造に取り掛かろうと思ったんですが、海軍軍縮条約の縛りで、製造、建造ですね、できない状態になっているので、政治力150まで貯めて、ちょっと一旦海軍軍縮条約の方から離脱をしていきたいと思います。なのでそこまでね、ちょっと貯めておきましょう。では時間を進めていきます。
海軍の情報をだいぶ集めてきてくれていまして、帝国のですね、持っている艦艇の中身が見えるようになりました。62%ですね、今。機密情報の、パーセンテージが62%まで来ていて、まず巡洋戦艦であれば金剛、これを持ってます。で、戦艦であれば扶桑に長と。で、母艦が龍城持っています。情報がね、流れてきてますね。さらに蒼龍、そうか、帝国はすでに母艦2の研究を終えてますね。逆に戦艦はまだ1のままか。じゃあ我々はどうかというと、今母艦の2をやっている、いや3をやっている、これなら勝てる。ただ戦力で言えばまだ帝国の方が多いですからね。海軍の純粋な艦艇数という意味では。いや、これ、こういう風に見えると、ちょっといろいろな戦略の発展っていうか、ね、広がってきますね。これを個人的には結構、面白いアップデートになってるんじゃないかなと、改めて今感じてます。で、ついでにですね、今、オペレーション、まあ、作戦ですね、発動できる作戦いくつかあるので、ちょっと見ておくと、まず、産業、工業、さらに陸海空の機密情報をパクるっていうのは変わらずですね。で、キャプチャーチッパー、これは暗号解読とかなのかな？そうだね。敵のコードブックを盗みますって話ですもんね。いやー、これもいいよね。暗号解読が一気に進みそうだよね。今、暗号解読はというと、あ、それでもあと27日で暗号解読終わるのか。であれば、このままでいいかな。で、あと、メイクレジスタンスコンタクト。まあ、これは前回もありましたね。で、あとは、オーケストレイティッドコープ。これは、クーデターとかかな？あとはストライキ。あって、これね、一番下が、海軍のね、作戦情報を盗むっていう、ブループリントがあるんですけど、青写真ですね。これ、エージェント3人必要なんですよね。で、今2人しかいなくて、エージェント、獲得するにはスパイマスターになる必要があって、スパイマスターになるにはさらに陣営に属してなきゃいけないというようなことのようなので、ちょっとこのままだと難しいのかなという感じがちょっとしますね。であれば、ストライキとかぶっ込んでもいいかなって気しますけどね。帝国のね、生産力を落とすっていう意味では。あとは、まあ、中長期的に陸海空の情報をパクっておくっていうのでもいいですし、まあ、クーデターを起こさせるっていうのも面白いかなとは思います。まあ、いずれにしてももうちょっとね、泳がせましょう。では、また時間を進めます。ここでですね、海軍軍縮条約から離脱しました。で、イギリスから警告が届いていて、まあ、軍縮に戻ってこいと。いやいや、戻らないと。まあ、二択になっています。で、一つが、まあ、もちろん戻らない場合なんですが、イギリスが我々に対しての戦争目標、傀儡化を獲得すると。戦争を仕掛けてくることは、ないと思うんですけどね。一方、戻った場合は、軍縮を約束。いや、せっかく150使ったからね、ここはもう無視ですね。無視。アメリカはアメリカ、独立独歩で行きましょう。では、時間を進めます。これで、日本の暗号を完全に解読し終わりましたということになりそうです。ちょっと見てみましょう。おお、できたね。これでブースト30日間がいけるというわけだな。
これ使う時が楽しみですね。日本との回線、その時が。そしたらちょっとクーデターを起こさせるのは難しそうなので、どうしようかな。レジスタンスとのコンタクトを取るっていうのもあまり意味がある内容ではなさそうだしな。陸軍の機密情報でもパクっておきますか。はい。で、研究枠の方なんですけども、一応あの後ですね、入れているものとしては、MR のトンプソン、これを入れています。さらに、装備転換のボーナスがつく2を入れています。そろそろ本当に戦争に備えていかなきゃいけない、そういう時期に差し掛かってるので、ルイジアナ演習が終わったら、陸軍の編成を、見直していこうかなと思います。特に、装甲化をね、どうやってこの後入れていくかっていうのも含めて、軍事工場がね、全然足りてないので。で、今、相当と、入り込んでまして、帝国の方に、特に海軍の方は骨抜きですね、まさに。だいぶ細かい情報が見れるようになりました。母艦の数が6隻、これは確定ですね。母艦が6。じゃあその6って何っていうと、竜女。竜女が1ですね。宝章が1。赤木、総理、加賀。で、総流に関しては2隻、総流、飛流っていうところなのかな。この6隻体制ですね。戦艦も6。戦艦6が結構でかいな。不装が4。長門が2。巡洋戦艦としては金剛が3ですね。いやいや、なかなか強力だ。で、一応ね、研究も見えます。どこまで進んでいるか。で、母艦は2まで来てますね。で、帝国がどういう研究を今進めているかというのも、つぶさにわかる。ドクトリンもわかりますね。これを見ると空母優先で来ている。さすがだな。帝国も空母で来るか。空母決戦が近そうな、そんな将来が見えますけどね。本当はブループリント欲しいよね。帝国の、それこそ今、やろうとしている中身、それが何なのかっていうね、それを知りたいですよね。ルイジャ年収が終わった。OK だ。ルイジャ年収が終わったので、そしたらどうしようかな。動員速度を上げるか。これ見ると、でも本当に、画面左上のね、人的資源だいぶ増えてるんで、合衆国陸軍入れても耐えられそうかな。動員速度が上がっても人的資源がなければ意味がないですが、人的資源もだいぶ増えましたからね、徴兵法を変えたことによって。なので、合衆国陸軍を入れるか、日本との戦争を視野に入れてアジアへの介入にするか。悩ましいな。いや、先に戦争準備だな。合衆国陸軍を入れます。いや、これは本当に帝国の
情報が、海軍情報がまさに筒抜け。筒抜けよ。まあ、そんな感じですね。陸軍の方も、師団の編成とかが見れるようになってくれば一番いいかな。そしたら海軍を一度移しましょうか。海軍のね、ちょっと編成をこの後していきます。はい。そしたらですね、艦隊の編成を行いました。第一太平洋艦隊。これ今フィリピンに向かわせています。で、第二太平洋艦隊。ここがですね、空母、4隻増強を予定している艦隊で、今のところアメリカの西海岸を、パトロール中ですが、いざとなれば、アジア方面、太平洋方面に進出可能という艦隊。で、遊撃用の艦隊としてですね、3つ用意してます。ちょっと名前が入ってないので皆さん名前を入れさせてください。第3遊撃艦隊ですね。まあ、便宜上遊撃艦隊という名前にしてますけども、即応の艦隊ということで必要に応じて第1第2両太平洋艦隊に組み込む、あるいはサポートに入ってもらう、そういうことを想定しています。で、大西洋方面にも艦隊1個用意してまして、ここも空母3隻ですが増強を予定しています。第一大西洋艦隊という構成ですね。なので艦隊の編成も一応これで終わりました。で、この後続々とロールアウトしてくる新しい、空母に関しては、それぞれのね、艦隊に、まあ、組み込みつつ、状況によっては遊撃艦隊を第三太平洋艦隊、あるいは第二大西洋艦隊という形で格上げ、していくこともね、考えていきたいと思っています。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。